はいどうもミストです。本日はですね、年が明けたということで運試しの方やっていきたいと思います。こちらですね、パワープロスタンプでもらった PSR ガチャ券、そして各種ガチャ券と PSR ミキサーの方もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でね、新年明けてちょっとね、挨拶のルーティーン変えてみたんですけども、いかがでしょうかと。いつも通りね、何か一言を言って、パワープロアプリを始めていくというのがいいのか、まあ今みたいな感じで、さっぱりした感じでね、動画に入っていくの方がいいのか、ね、これ、どっちがいいのか、ぜひね、コメントでご意見の方いただけたら幸いでございます。結構一言言うのもくどいっていうね、方もね、いらっしゃるみたいなので、ちょっと2020年は挨拶の方もね、変えていこうかななんていうふうに思っております。今まで通りがいいっていう方はね、そういったコメントをしてくださると嬉しいです。変えた方がいいと思う方はまたね、そういったコメントをねいただけると嬉しいなと思っております。でですね、結局友沢がね、ガチャで来なかったということで、もうこのタイミングでガチャ券あるもの全部使っちゃおうかなと思っております。まあ予想だと、まあ、パワープロ、パワーちゃんのね、こちら、チャンピオンロード、こちらのファイナルの王座決定戦の報酬になるんじゃないかなと、うん、ここまで来たら、友沢はそうなるんじゃないかなというふうに思っております。去年、おととしだっけ、のメガネ登場もね、そういった感じで来てましたので、まあ、登場もね、パワープロのキャラとして有名ですし、まあ同じポジションにいる友沢もそういう扱いで、復刻というか別バージョン来るんじゃないかなというふうに予想しております。というわけでね、社長の追いガチャもこの後しようと思ってますので、一つでもね解放が進むような結果になってくれたら嬉しいかなと思っております。では PR ガチャ券からいきましょう。まあ狙いはもう社長アマネカレン、まあ、アンドロメダキャラと、うん、この3択になるかなと思いますね。さあ、佐久間と。で、サル10パー行きましょう。社長ね、実は私の相方が PS、え？これ、出たんじゃない？おー、10%！ おーい、ふざけんなよ、マジで。これがあるんすよね。そう、これがあるからね。あのガチャ券使うのは正直怖いんですけども、いや SR ガチャ券でよかったな、はいと思います。ちょっと話がそれちゃったんですけど、実は私の相方がですね、 PSR ガチャ券で社長を引くというね、とてつもない買い引きをねしてたので、私もね続けるように頑張りたいと思います。さあ虹を出していく、キランが来れば PSR、 さあ来い。うん、一度だけね過去引いたことがあるんですけども、さあ誰、うおー、これは神引きなんだけどな、神引きなんだけど、すでに王子ともに50なので、ちょっとこれはバイバイですね。さあ2枚目いきましょう。虹が出ただけありましたね。さあ頼む、社長とアマネカレンでお願いします。おー、金倉、こちらもバイバイですね。さあもう一枚いきましょう。急戦ってチャレンジは全て終わらせましたので、まあガチャ券もね早々入手できるものではないので、一つでもいい結果になってほしいです。さあ、おお、イヌキか。というわけで、まあ佐伯の買い引きを除いてはちょっと残念でしたね。さあ、まあガチャ券はこんなもんなんで、 PSR ガチャ券でちょっとまくっていけたら嬉しいですね。さあ行きましょう、 PSR ガチャ券。社長来たらマジ買い引きですね。行きます、ガチャル、ガチャル、さあ来い。よし、この演出の方が私はね何回も言いますけど信用できるんで、頼む、ひとまず暗転お願いします。来い、うわ、もうこれは飯うますぎる、マジで。これさぁ、完全にフラグじゃない、 SR10% ガチャ券の結果が。うーわ、もう最悪ですよ。これがあるからね、
正月は怖いんですよね。やったわ。ちょっとこれはやりましたね。うわ、本当に出るとは思わなかった。皆さんに注意勧告しといて、まさか自分は出ないだろうなと思ってたんですけど、本当に出ましたね。はい。この結果をね、参考に皆さんも、このタイミングで、PSR 価値圏等を引くのを、ちょっとね、考えていただいたら幸いでございます。まあ、もう大晦日までに引かれたという方、多数だと思うんですけども。はい。まあ、それでもなお私は行きますけどね。PSR ミキサー。まあ、やめたはいらんだろうし。そうですね。まあ、ちゆちゃんと、まあ、肘にもね、もう、水着が50になったので、ここで行っちゃいたいなと思います。頼むよ。ここでまた巫女系とか、ほんとやめてね。行きますよ。久々にやるな、PSR ミキサー。ほんとに、めちゃくちゃ久々にやるかなと思います。いつぶりだろう、あのね、4周年かなんかで、ね、なんか PSR ミキサー4枚で回せるみたいな時あったじゃないですか。あれ以来ですね。あれ以来かなというふうに思います。その時はね、同絵とか当てた気がするんですけども、まあ、ちょっとね、すでに50なので、50じゃないキャラで、せめてお願いいたします。さあ、今年の私の運勢が決まると言っても過言ではありません。最後の挑戦になります。いきます。頼む。ミキサーからの暗転は熱いよ。頼みます。せめて暗転これは大凶だなぁ。これは大凶だな、今年は。くっそー。はい。というわけで。ガチャ系は爆死でしたね。ミキサーも爆死ということで。まあね、頑張ればね、もう一回ミキサーできるんですよね。うん。どうしよっかな。もう一回やっちゃおっかな。正直、キンキラ用に取っておきたいっていうのはあるんですけども、確かに負けたまま終わるのも、あれかなと思いますんで、ここでラストいっちゃいたいなと思います。明日ね、ああ、でも明日ね、ちょっと、一枚残しておきたいですね。同じキャラ入れちゃうと、一つでもね、排出されるキャラの確率を減らしたいので、これでいきたいと思います。正真正銘ラストになります。いきます。せめて安定、お願いします。やっちゃったー。キンキラ5個が、キンキラ5個がミキサーに溶けた。さあ頼む。成果を、あってくれ！いや、これは、なんとも言えないな。まあ、いや、ないか。もう、もはやないか。サナエミも来たしね。これはないか。というわけでですね、PSR ガチャ系ミキサーともに、大爆死という結果になりました。サナエミが来てなかったらワンチャン、まあ、エミリもね、カイドウ要因で使えたとは思うんですけども、ワンチャンは良くないっすね。これだからミキサーはね、という風に改めて考えさせられました。キンキラだってね、まあ、ミキサーから出たものも含めて、まあ、8個はね、取れたと思いますんで。まあ、ちょっとこの結果は、大変よろしくなかったということで、まあ次の動画はね、社長の追いガチャやっていきたいと思います。まだ SR1 枚と R3 枚しかないので、まあ少しでも解放進むように、まあ社長のテーブル化してね、50が破格に強いんですけども、まあ最低限45は目指していきたいなと思っております。で、まああとね、気づいたら甲子園もね、あと1日で終わってしまうということで、5倍消費からねパクっていけるように頑張りたいと思います。まあ、なんだかんだ、あれから頑張りまして、今グループ3位の全体が7378位ということで、まあ、まくれるようにね、頑張りたいと思います。1000位以内に入った暁に、グループは何位になるかわかんないんですけども、今の順位だと3枚か。累計合わせて SR4 枚という感じになるので、まあ PSR にぶっ壊れどうなるかっていう感じですね。はい。
明日はですね、ちょっと私、スパの方に泊まりますので、明日の甲子園の様子は、ちょっと YouTube ではね、発信できないかなとは思うんですけども、はい、皆さんとね、切磋琢磨、頑張って、希望の順位に入り、希望の解放になるように頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。という感じで、今回は、今年は大凶かなっていう感じに終わってしまいました。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい、マジ、未凍りは注意ということで、失礼します。See you!